どうもこんにちは、森有です。今日はこの間取ったスクイーズ桃、この桃のグニュンスクイーズを私の愛犬メウ君に遊ばせてみようと思います。なんかずっとこれを見てるの、メウ君今日だからね、ちょっと遊ばせてみようかなと思います。はい、今日これを使って遊んでもらいます。ちょっと来てください。どうぞ。戦ってるんですよね。続けてください。ミュウくん、それな、何だと思ってんの？触れた。触った。どうぞ。失礼いたしますね。はい。仲良くしてあげてね、仲良くしてはい。おいつもこんな感じなんですよね。お、触れた。お、いつもうんちする前とかこんだけ暴れてうんちするんですけど、なんでもうそろそろ朝のうんちの時間なんだと思います。ただちょっとスクイーズの周りをめっちゃ回ってる。ではミュウくん、はい、あ、待って、はい、お、触れた。こうやってね、あ、違うんだけど、あー、ちょっとどうしたの？違うんです。ああ、違うの。こう、あのね、こうやって遊ぶの。バン、バン。こうやって遊ぶの。ね、バン、バン。あいた。噛まれた。ちょ、おお、遊んでる。破けない程度にお願いいたします。で、押すの。そうこうやって押すんです。そうグーって。お手手使ってグーって。足か。そう遊んでみて。はい、グーって。遊ばないの。ねえ遊ばない。あ、興味なくなったっぽいな。あ、はい、ということで結果スクイーズはあんまり興味がなかったみたいです。一応猫みたいにこうやってやったりはしてるんですけど、なんか自分で興味を示してたので与えてみたら欲しがらなかった。人のものだから欲しがるのかな。自分のものだったらいらないの。はい、本当にいらないんだね。私の方が欲しいの。あ、